コットンクラブコットンクラブとは1920年代の禁酒法時代ニューヨークハーレム地区にあった名高い高級ナイトクラブ。顧客はすべて白人でスタッフと演奏者はすべて黒人であった。また経営者はアイルランド系のギャングスターとして名の知れたオーニー・マドゥンである。クラブの出し物であるジャズライブが著名。コットンクラブを中心に活動したバンドで最も 有名なものは、デューク・エリントン楽団である。コットンクラブでは、ジャズレビューに、デューク・エリントン、キャブ・キャロウェイ、ルイ・アームストロングなど、一流の黒人ミュージシャンを多数出演させていたが、客はすべて白人であった。コットンクラブの最盛期に客となった名士の中には、ジミー・デュランテ、ジョージ・ガー・シュウィン、アル・ジョルソン、メイ・ウェスト、アービング・バーリン、モス・ハート、チャールズ・チャップリン、 ジミー・ウォーカー・ニューヨーク市長などもいる。同じ時代に、イリノイ州シ,シセロでもコットンクラブというナイトクラブが存在した。こちらは、ラルフ・カポーネが経営しており、実力のあるジャズミュージシャンならこぞって出演したがったという。また、汚職政治家とギャングスターのたまり場でもあった。1920年、ヘビー級チャンピオンのジャック・ジョンソンが、 クラブデラックスを142番街でノックスアベニューに開く。ギャングとして名高いオーニーマドゥンが新進刑務所、入所中の1923年に経営権を握り、店の名をコットンクラブに改名。1925年には、種類販売の角でしばし閉鎖したがほどなく、営業再開。1933年にマドゥンが、 新進刑務所に舞い戻ると、店の踊り子やストリッパーは、塀の中のマドゥンのために、しばしば刑務所を、疑問公演した。クラブの出し物は、当時の黒人への偏見を反映して、黒人をしばしばジャングルの土人や南部農園の黒人として描いた。また露出度の高い衣装で出演するコーラスガールに対しては、もっと微妙な選別を行った。彼女らには、トール、タン、 アンドティフィック、つまり背の高さは5フィート6インチ以上、黒人としては明るめの肌、20歳以下であることを求めたのである。エディントンは白人の客のためにジャングルミュージックを書くよう期待されていた。とはいえ、クラブは多くの黒人ミュージシャンを世に出した。1923年、フレッチャー・ヘンダーソンは彼の最初の楽団を率いてクラブに出演している。 デューク・エリントン楽団は1927年から1931年までクラブの専属バンドであった。おかげで彼は一箇所にじっくりと腰を据えてダンス音楽などの作曲でレパートリーを増やしながら様々な音楽効果を自在に試すことができたが、これはツアーで各地を演奏して回る楽団を率いていればなかなか望めないことであった。またクラブの演奏がラジオ放送されたおかげで、 エリントンの名は全米に知れ渡った。エリントンはこの期間に100曲以上もの自作曲をレコード化し、その後50年近く率いることとなるグループを築き上げた。クラブが黒人客締め出しの厳しい規則を緩めたのは、エリントンの求めによるものであった。1930年、キャブキャロウェイのオーケストラがブラウン・シュガーデビューでクラブに登場し、1931年には、 エリントンの後を受けてクラブ専属となった。1934年からはジミー・ランス・フォードの楽団が専属となる。後年にはエリントン、アームストロング、キャロウェイがクラブで演奏するため戻ってくることもあった。レナ・ホーンは16歳の時コーラスガールとしてこのクラブでデビューした。ドロシー・ダンドリッジもクラブで歌っている。コールマン・ホーキンス、ドン・レッドマンは ヘンダーソンの楽団員であった。タップダンサーのビル・ボジャングル・ロビンソンとニコラス兄弟もクラブショーに出演していた。クラブは当時の白人ポップカルチャーの力も引き出した。名義上のオーナーであったウォルター・ブルックスはブロードウェイで成功した賞シ,シャッフル・ア・ロングを手掛けた人物である。ドロシー・フィールズジミー・マクヒューやハロルド・アーレンがレビューに歌を提供した。 その中には、ルーレスリーが、ブロードウェイで手掛けたレビュー、1928年の、ブラックバードも含まれ、劇中では、I can't give you anything but love や a diga d i do, が歌われる。1935年のハーレム人種暴動の後1936年に、しばらく営業を中断したが、年内に、ブロードウェイの48番街で営業を再開。1940年にとうとう閉鎖。 賃貸量の高騰と客の思考変化、及びマンハッタンのライトクラブ所有者に対する連邦当局の脱税調査が閉鎖の原因であった。1920年代終わりから1930年代初めにかけてカリフォルニアのカルバーシティにはコットンクラブの西海岸支店があり、本店からアームストロングやキャロウェイ、エリントンなどが来園した。 経営者で、ギャングスターのオーニー・マドゥンは、友人のユダヤ系ギャングスターブーブーホフに頼み、デューク・エリントンをフィラデルフィアからニューヨークに呼び寄せて、契約を結ばせた。ありがとうございます。